こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはプライムワンスタジオプライムコレクタブルフィンヤから T-REX 38分の1スケールです。それでは開封していきます。さて、今回は久しぶりの恐竜フィギュアの紹介です。プライムワンスタジオブランドのフィギュアは G3 ガメラと今回のこのフィギュアで2体目ですね。少し前に発売されましたので、すでに所有されている方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。以前から気になっていましたジュラシックシリーズのフィギュア、大きすぎず小さすぎず、サイズ的にも適度なフィギュアですので、今回思い切って購入してみました。これは2018年に公開されました映画ジュラシックシリーズ第5作ジュラシックワールド炎の王国に登場したシリーズの代表格的恐竜です。それではここでサイズ感を見てみるために、ちょっと他のフィギュアを一緒に並べてみたいと思います。まずですね、ちょっと大きいところで、はい、ゴジラですね。はい、東方大怪獣シリーズのゴジラ2019ですね。はい、これかなり大きいのでね、これと比べるとこんな感じのサイズ感になりますね。そしてもう一つですね、ムービーモンスターシリーズのシンゴジラね。はい、これと並べるとこんなサイズ感。ちょっとね、こっちの T-REX の方が若干大きい感じになってますね。あとですね、これですね、過去に購入しましたパポのね T-REX ですね。はい、これ2種類ですけどね、はい、こういう感じですね。はい、これちょっとね、走ってる感じのものと、ちょっとこう振り返り玉のものですね。茶色系とグリーン系になってます。これよりもね、ちょっと一回り大きい感じですね。はい、サイズ感はね、こんな感じになります。それでは本体を細かく見ていきましょう。今回はジュラシックワールド炎の王国のワンシーンをイメージしたポージングになっています。本体は中身が詰まった PVC でずっしり重く、ベースはポリストーン製です。ベースのジョイントを本体の足の裏に差し込んで固定します。口を大きく開いて、今にも走り出していきそうな躍動感にあふれていますね。全体の彩色は茶色系ですが、やや明るめの茶色という印象を受けます。ベースはまるで岩を板状に切断したようなイメージで、ジュラシックワールドのロゴマークのプレートが組み込まれています。表面を触った感じは見た目よりも滑らかです。台座の裏側ですが、こういうふうにですね、ちゃんとロゴがデザインされてます。そしてクッションがですね、このように3箇所ついてますね。これでね、滑り止めの役割を果たしてますね。置いた時にもね、ソフトな感じで着地します。足の爪は黒で光沢感がありますね。そして足の甲の部分には大きめの鱗状のデザインが施されていますね。足の小さなシワまで表現されてますね。そして表皮の細かい凹凸感も素晴らしいです。そしてこのもものあたりのね、筋肉の躍動感がいいですね。尻尾の質感も素晴らしいですね。細かいシワもね、丁寧に再現されてます。そして一列にね、配列されているこの
黒の斑点のようなね、この模様もですね、かなり生物感がありますね。いや、すごいですね。この足の付け根のあたりのこのシワのね、造形素晴らしいですね。いや、細かいですね。シワに混ざったね、この細かいポツポツ感が素晴らしいです。そしてね、細かい筋肉のね、動きまでね、見えてくるようなこの素晴らしい造形、細かい造形ですね。またこの首のね、あたりのこの造形、本当に細かいですね。大きく口を開けてですね、方向してる感じがすごく出てますね。舌の表面はね、結構ザラザラしたイメージですね。口内はね、光沢感があって生物感たっぷり。顎をつなぐ膜もね、細かいシワもちゃんと再現されてますし、光沢感があって生物感がありますね。この歯の感じもね、本当に生物感あるんですよね。歯のね、こう黒ずんだね、感じの汚れまでね、ちゃんと表現されてます。素晴らしい。目もこのように光沢感があって非常に綺麗に仕上げられてますね。そしてこのお腹のあたりのこの細かい造形、本当に生物感があって素晴らしいですね。上から見るとこんな感じ、ちゃんと鼻の穴もありますよね。そしてこの頭部のこの質感、いや本当にリアルですね。首のシワも細かい。おっと、こういうところにね、戦った時の傷でしょうかね。はい、こういう傷の表現もありますし、おー、ここにも傷ついてますね。いやー、細かい造形ですね、この辺もね。はい、この背中の方はね、このように上部の方にね、横のラインが入ってるんですね。茶色っぽい色で彩色されたラインがずっと尻尾の方まで続いてますね。いやー、いいですね。頭部をね、正面から見るとこんな感じですよ。目がね、鋭いですね、この迫力。うわー、すごっ。怖い顔。いやー、かっこいいですよね。本当に生きてるみたいですよね。今にもバッてね、動き出しそうな感じ。これ飾ったら本当に絵になりますね。ちなみにですね、この最初にですね、サイズ比較したこのパポのね、T-Rex、これ見てください。これ造形全然引けを取ってないですよね。結構これすごいね、造形だと思いますね。これなんとね、口がね、こうして開いたり閉じたりするんですよね、これ。はい、これ全然ね、これ負けてないですよ、これ造形ね。このね、グリーンのこの T-Rex のこの造形ね、これもパポのね、 T-Rex ですけど、どうですか。これね、数千円でね、これ買えるんですけども、このね、細かい造形、これも本当素晴らしいですよね。もちろんこちらのね、 T-Rex もこのように口がこうしてね、開くんです。こんな感じですね。え、これも本当にすごいですよね。この躍動感のあるポーズもね、結構いいですが、これね、自立はするんですけど、夏場ちょっとね、暑くなるとやっぱしちょっとこけちゃいますのでね。今回買ったこのようなね、やっぱしベースがある方がね、いいかなっていうふうには思いますね。はい、いや、 T-Rex 最高ですね。ということでですね、
今回ご紹介したのはプライムワンスタジオ、プライムコレクタブルフィギュア、ジュラシックワールド炎の王国より、 T-REX 38分の1スケールでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはプライムワンスタディオ、プライムコレクタブル、失敗です。こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはプライムワンスタディオ、プライムコレクタブルフィギュアから T-REX 38分の1スケールです。です、おかしいまずですね、ちょっと大きいところで、はい、ゴジラですね。はい、東方大怪獣リベースはまるで岩を切いた